とあるお城に。それはそれは、大層美しいお姫様がいたそうな。とある嵐の夜のことです。美しいお姫様の可愛らしい寝室に、招かれざる客人が一人やっていました。第三王女、レティシア姫だな。あなたは、どこから入ってきたの？ほう、これは、なるほど、噂通りだ、以下略。褒めていただいたのは光栄ですけれど、あなたはこの城の桃ではないわよね。一体何者なの？人を呼ぶわよ。これはこれは、私としたことがあまりのそなたの美しさに舞い焼き、ちょっと字幕早すぎない。とりあえず我が名を聞くがいい。我の名は魔王、暗黒世界の支配者なり。我こそは絶望、絶望こそが我。この世にあまねくありとあらゆる絶望や苦痛や恐怖が我そのものである。そして我こそがそなたの夫になる男だ。な、何をおっしゃってるのかわからないわ。ふざけるのもいい加減にして。抗うのか、この魔王に。つっつっつ、ますます気に入った。とりあえずなんだかんだそなたは我にこそふさわしい。さあ、我と共に来るがよい。祝宴の準備はとうにできている。我が妻となるのだ。第13国王であるところのリオネス王、その二人目の妻との間に授かった三番目の娘であるところの、つまりは第三王女であるところのレティシア姫が、魔族の王であるところの魔王に誘拐されたという衝撃的な事件の顛末は、まぶたを閉じて開くその一連の動作を完了する間もないほどの、つまりは瞬く間に、王国中に知れ渡りました。レティシア姫の救出作戦には、王国軍の兵士たちはもちろん、王国内外からいろんな人が名乗りを上げて、討伐隊を結成し、そして魔王城を目指しました。魔王の配下が強すぎるのか、彼らが弱すぎるのか、はたまた、両方なのか、あるいは、何かしらの偶然が重なったため、こういう悲惨な結果に終わってしまっただけなのか、旅立った志願兵たちは、お姫様を助けることができず、一人残らず、王都へと逃げ帰ってきてしまいました。あなたたちにはがっかりです。このまま国民たちは、彼らのお姫様が魔王と結婚するのを、指を加えて眺めていることしかできないのでしょうか。誰もが絶望しかけたその時でした。とある一人の青年が、どこからともなく王都にやってきたのでした。はいはい、どうもおはこんばんにちは、ヒトポンです。マリサだぜ。フランだよ。ケイだよ。というわけで今年もやってきましたね、クリスマス。去年はこんな動画出してたけど今年はまともなんだろうな。今回は魔王に囚われた姫様を助けるという名目でリア充になろうとしている魔王をボッコボコにしに行くだけだから特に問題ないんじゃない。動機はどうやら前回と変わっていない模様。よく来てくれた、いいチャットポンよ。兵たちから自分は伝わっていると思うが、我が娘のレティシアが魔王にさらわれてしまったのだ。そしていろいろやったが無理だった。ああ、とりあえず4ヶ月も猶予があるからその間に魔王倒して娘を取り返してくれ。降参説明グッズ雑になりましたね、王様。ま、とりあえず4ヶ月の猶予のうちに姫様を助ければいいんでしょ。そういうことだな、前回と同じく時間制限があるってわけだ。前と違って相当猶予は長いけどね。といった話をしているうちにこの世界に少し詳しいらしい妖精が仲間になったね。というわけでまずはチュートリアルだな。今回のゲームはスゴロクみたいな感じになってるよ。ああ、なんとなくわかったぜ。4ヶ月。つまり120日で攻略しろってことだな。1日1ターンって感じなのかな。ステージの長さによって難易度が変わりそうだけど、プレイヤーが一番運が悪いやつって大丈夫なのそれ。失礼な、ちゃんと運が悪くない時もあります。ほら、ちゃんと見ててよ。いやー、めっちゃ順調でしたね。これこの先が不安なんだけど、ちなみにカットした時に説明があったけどステージは全部で6つあるみたいだから。一つのステージで20ターンまで、チュートリアルで14日とかかかってる時点で結構ヤバそうな感じするんだけど。親はバカもしれんが、我が娘たちは病気も傷も治療大工、幼いうちに近隣のロンリーコックとか通ったタイプのレティシアだけに恵まれなく、今まで結婚できずにおったので。まあ、あれでは誰も生まれていたいなことを言うんですが、生徒さんとあれでもこんなに真っ直ぐなっておったかもしれん。あれでも真面目、あれでは誰も生まれていたいな世界状況に倒しているが、そんなに手前までがなくなったかも。なんか話の流れがおかしくなんじゃないか。
たものだったか。まあ、立場上、手術の命令を出していたのはそうだったが、私も同感でございます。これこそ未来の夫婦は娘に対して喜んだものでしたよ。しかし問題はもう変わらなくなってございますね。あ、ゼテシアのやつね。背景、ミンナード王国国王陛下、突然のことで恐縮ですが、私こと魔王は先日頂戴しました。紀元のご息女であるレティシア姫を貴国にお返ししたいと希望しております。と言いますのも、ケロちゃん、今日からここがあなたのお家よ、ハウスよ。ケロちゃん、ハウス。あの、これは見たらわかるでしょ、これは犬小屋よ。この私でも苦労したわ。え、苦労したのはご主人ともで、レティシア様は何もしてないですよね。何わけわからないこと言ってるのよ。私がトンカチなんて震えるわけないじゃない。とにかく家庭なんてどうでもいいのよ。私があなたに素敵なお家をプレゼントしてあげたという結果が大事なところよ。さあケロちゃん、ハウスよ。何度も申し上げていますが、私はケロビロスではなくてイデロスです。仮にケロビロスだとしても、この中らしいものに書かれた僕の元はケロビテンとしか読みません。さらに頭がいくらいからといって入り口を1個開られても、どうやって中に入ったらいいかわかりません。そして真ん中の1日は誰のための入り口なのかもわかりません。ツッコミどころが多すぎて僕もそろそろ限界です。見て、ちゃんと首輪も3つ用意してあげたの。あの、話を聞いてました。首輪をこうして、こうやって。え、そういう感じ、全く身動きが取れませんか。ふっ、さすがは私、いい仕事をしたわ。あなたは今日から私のペットよ。という具合に我が配下どもを有用に扱われ、甚大な被害が出ています。清掃や料理なども行ってくれるのですが、それもトラブルの元なのです。この魔王自身の命さえ危機にさらされる始末です。気の休まる時は1秒たりともございません。その傍若無人な振る舞いはまさしく悪魔の所業というほかありません。変異魔法で送り返したくても呪術師は全滅しました。とりあえず4ヶ月はなんとか持ちこたえるので、助けに来てください。お願いします。大戦、手油がこしてありますよ。あ、手油がこしてあるな。このデザインはひょっとしてサキュバス様の手油じゃないですか。いや、サキュバス様は自室で洗濯物を干してると聞いたことがあるが、あ、レティシア様が間違えて干してしまったのかもしれないな。ところで大戦、手油の横にたくさん干してあるのは何ですか。それはちょっとと言ってみても仕方ないですか。あれ、大戦見たな。やば、サキュバス様、誤解ですよ。眺めてただけで驚きました。犯人はあのアバズレか、どこ行ったこら。120日経過しても迎えの使者が現れなかった場合は、いろいろ請求します。助けて勇者様。推進。城内でレティシア姫を抑えることが精一杯で、かっちへ散らばっている部隊と連絡を取る余裕がありません。襲撃があるかもしれないけど頑張ってね、魔王より。そして請求金額ですが、先代勇者が先代魔王を倒した旅路で魔王軍に与えた存在とほぼ同額とのことです。彼はあの娘は1ヶ月で取るのか、国王軍軍軍を持ってしても諦める成果であると思います。本来であれば我ら王国軍の勝利は確実だったことでしょう。しかし今回魔王は我らが王国法に則って裁判も準備をしています。これではまるで歯が立ちません。勇者様が120日以内に魔王城に着けなかったら我が軍は滅亡するでしょう。おのれ魔王め、公正に裁判で決着かは、どこまでも必要な役で、頼むぞ。勇者よ。なんか思ってたのと違う方向に話が展開されていってるんですが。小屋姫を救うっていうより魔王を救いに行ったりだな。お、最初から6か、幸先いいな。時間制限があるから大きめの数字が出る分には嬉しいな。コインに関してもショップで買い物ができるみたいだし、たくさん欲しいよな。そして次は5。あれ、こいつ運が悪いって聞いてたんだけど。大丈夫大丈夫、こいつの場合4倍の時は運勢で2回目も消費してるから。ないのか、全然 100% 超えて助かったはずだな。スズメの涙カードか、体力回復系のカードだね。体力がなくなると2回休みになるからね。いやー、順調な感じっすね。ちょうどいいしショップに寄っていこうか。確定の数字を出すカードと敵にダメージを与えるカードがあるな。戦闘でも数字のカードは使えるから悩みどころだよね。とりあえずこのカードを買いました。いいねを出しても勝てない可能性とかあるかもしれないからね。取っておいて損はないでしょ。にしてもこのステージだけで運を使い果たすかのようなサイコロの目だな。後半が怖いぞ。はっはっは、心配には及ばんよ。さて、ルート分岐か。ルートによって特徴が違うみたいだな。ハイリスクハイリターンかローリスクローリターンかって感じか。そりゃもちろんハイリスクハイリターンでしょ。まあ最初で敵が弱いうちにいろいろ稼いだ方がお得だもんね。まあ道の先を見ないで選択したらそうなるわな。まあハンデってやつだし、この今の1回休みで後半苦しまなければいいけどな。お、これはいいんじゃないか。に進むか。
進んだり戻ったりした効果で進んだ先のマスは発動しないんだぜ。に進むの先に見戻るとかあるからね。無限ループになったら罪だし。おう、やめるか。衝撃はどうかな。見てギリギリ、3に衝撃確実に倒せる感じだね。おかしい。なぜこんなに順調なんだ。いつからエレッツ失敗して苦戦するのが当たり前の設定になったんだろう。そりゃ運なんて持ち合わせてないしね。特にこういう乱数系のゲームは基本的に失敗するじゃん。さらっと笑顔でとんでもないこと言われたんだけど、そうだな。イベント以外のところはちょっと倍速しようかな。このままだと動画時間がとんでもないことになりそう。まあ、このぐらいの速度なら速すぎず遅すぎないって感じかな。早速最初のイベントだね。こういうのってぴったり止まらないと発生しないからね。ちょっと嬉しいかも。通り過ぎたりしちゃうと見れないからな。イベントは全部見てみたい感じはあるんだぜ。てかなんだったんだ、サイコロを振ったけど。おう、6を必ず出せるカードか。多分4以上でいいイベント、3以下で悪いイベントって感じじゃないの。それならめっちゃ危なかったけん、セーフセーフ。なんだかんだチュートリアル以外で悪いイベントとかあんまり発生してないよね。ああ、まだ1回休みしか起きてないんだぜ。何かがおかしい。泣いていいっすか。あんたってそういう扱いされてるんだね。そういう目で見るのやめてください、お願いします。あ、特に欲しいカードなかったし進んでいくよ。あ、そんなに気にしてないのね。よし、に進む。いや、本当に順調だな。割とマジで苦戦するとは思ったんだけどな。どうですか、早いな。必須度4を使って確実にボスのマスに止まるようにしてるからね。さて、ステージ1のボスは一体。無理すぎだね。わしの翼と上半身、ライオンの下半身を持ってる生物だったよね。そうだね。ダメージ食らっちゃったな。まあ、回復カードもあるし大丈夫じゃない。これは確定っていうよりカスの攻撃力に左右される感じか。装備があれば買っておきたいな。ぴったり防御ランク S だと。はっはっは、俺にかかればこんなものよ。家電ってものを知らないんだからな。たくよ、まあ所詮を勝利で飾らせて勇者が気持ちよく冒険を始められるように守ってやるのが俺らスライム一族の使命みたいな。あれは確か魔王様がさらってきた姫様じゃ。あら、あなたもしかしてスライム。初めて見たわ。本当にブヨブヨなのね。そりゃ俺みたいな雑魚キャラは魔王城じゃエンカウントはしないですからね。でも姫様の国の周りなら探せば結構いろいろいるっすよ。それで俺もそこにいたんすけど、勇者にここまで飛ばされたってわけっす。ふん、スライムも大変なのね。そうだ、いいこと思いついたわ。頑張ったあなたをねぎらってあげるいい方法があるのよ。ついてきなさい。身体と心の疲れを癒すならこれが一番よ。さあ、存分に癒されたいわ。じゃあ、溶ける。アルカリ性の単純温泉よ。人生効果が大きく、疲労回復、健康増進などに効果があるわ。それに美肌にもね。俺の体は酸性だ。アルカリ性はダメなんだよ。中和されてしまう。騒がしいわね。もしかして裸を見られるのが恥ずかしいのかしら。そんなこと気にしないでいいわよ。浴場ではお客がいても女性作業員が男にも掃除に入っていったりするものよ。ケケルベロス様、僕が君を助けるだって、この状態の僕が。じゃあ、うっふ、喜んでもらえたみたいね。何よりだわ。さて、このまま姫様じゃなかった魔王を助けに行こうか。今のところ順調だしね。お、海か。わーい、海だ。水に持ってくればよかったなって遊んでる場合じゃないですけどね。ひとこん、向こうに山がたくさんあるのが見えますか。あの向こうが魔王城なので船を使っていきましょうか。海の中には手強い敵が潜んでいるから、というわけでステージ2、財宝の話は突き捨てならんな。さりげなく所定1回休みとはなかなか。悲しいな。所持金だけは増えていくな。増えて損はない。これだけあれば新しい武器があっても買えるでしょ。誰の所持金が必要なのよ。高すぎやしませんかね。まあ他のところでも売ってることを信じてお金を貯めつつ進んでいこうか。でもさっきのところで買えなかったって結構今から不利になるんじゃない。しかし財宝というものには惹かれちゃうわけですよ。と言いつつ、リッチに言ってる件について、イベントマスがなかったから多分奥にあるんじゃないかな。ちょうどあったね。なんだかんだでイベントマス止まるよね。ちっちゃいカニだな。食べ応えなさそう。そういう反応なのか。数字は4、どうなんだろうな。あ、カニ料理が。そんなこと言うから親カニが来たぞ。ちゅ、数字が少なかったか。今ここであんまりダメージを食らいたくはないんだけどな。まあそんな風の数字を出せば勝ちが知ってるでしょ。うん、でした。最初の数字が良かったらまたカードとかもらえたのかな。まあ、敵を倒してカードを強奪したし結果オーライでしょ。そういえばあんまりお金貯まってないけど大丈夫なのか。あ、35ドルで2だったら、それは貯まるのかね。
ここばっかりは運だからな。ショップがあるけどたまらないかな。一つの位置を使ってコインを稼ぎたいところだが。通り越しちゃったね。できればここら辺で買いたかったんだけどな。というわけでボスです。ついにカットし始めたか。特別何かの言わせでもなく悪いわけでもなかったしね。こっちの方が全部はいいよね。そして次のボスはヒドラだね。9つの頭を持つと言われているけど、このヒドラは3つみたい。さすがにボスなだけあって強いな。ラスの気持ちないで頑張ってみるよ。まずはどうしようか。攻撃力を1個2倍。ボスには空気を出したいね。空気はメイン。あとそこじゃないかな。山まが倒せそうにはないな。さすがに結構倒すようになりそうだね。ただの引き手に変えなかったのが5人の不足でもありそうだな。結構いつもマジで頑張るようになったのがまずかったかもね。全般高く強さがなかったね。ここで下のマイク確実にやられちゃうね。下の方が勝てそうだけど。こんなところで時間を食わせんはいかないんだよ。確実に下に立ててもらうぜ。こういう時に確定で決まった数字を出せるのはありがたいよね。よし、立派。さっきからあれだね、ボスを倒すと体力の最大値が増えるな。レベルアップしてるのかな。ボスは他のモンスターと違ってたくさん経験値ありそうだもんな。うん、イベントマスとか気になったけどまあいいか。ボール。ランクは B? 最初よりかは下がってるね。さすがに超難解も S ランク取れたらすごいよな。勇者に負けちまうのは仕方ないけどよ。できれば死の子は遠慮して欲しかったな。危うく焼き魚になるところだったぜ。焼き魚といえば、腹が減ったな。魔王様のところで報告に行くのは母ちゃんに石切ってもらってからにするか。おめえは魔王様が勝ったらって言った姫様じゃねえか。おい、やはりは何やってやがる。姫様が脱走してるぞ。騒いでも誰も来ないわ。城内なら自由にしていいもの。てっきり部屋で寝そ寝そしながら勇者を待ってるものかと思ったか。もしかしてサハリンも勇者に負けて飛ばされてきたのかしら。だよ、悪いかよ。いいえ、気を悪くしたのなら謝るわ。大変なお仕事だものね。そしてその働きをねぎらうのが高貴なる者の仕事。お腹空いてるでしょ。ちょうどご飯の用意ができたところよ。そして今日はちょっぴりセクシーなお料理なのよ。知ってる？政治家とか社長って人たちが食べる海鮮料理なのだけど、料理の盛り付け方が最大の特徴なのよ。盛り付けは人魚さんに協力してもらったわ。まさかそれは、魚体も、すごい子で。人魚か、可愛い子だったらどうするかな。やっべ、出だしだと。お待たせ。それはひとまずどうでもいい。何やっているんだよ母ちゃん。こんな姿死んだ父ちゃんが見たら。黙って食べなさい。じゃないと私がこの子に何されるかわからないわ。もしかして食べたくないわけ。せっかく私とお母さんが一生懸命用意したのに。心配しなくていいわ。フグもちゃんと私がさばいたから中毒の心配はなくてよ。母ちゃんがさばいてくれたらしいよね。うめえよ。サハリンったらあんなに涙を流して。久しぶりに帰ってきた息子とお母さんの愛情料理なんて感動的なのかしら。あいつ本当に母親を助けてくれてるよ。なんか自分も苦労を想像したら発想になってきた。うめえよ母ちゃん。いっぱい食べとくれーよー感動よだが、
考えすぎですよ。あの娘もその毎日は暴れますね。せっかくの会ですから今日はゆっくり対応されては。そうかもしれないな。確かに最近少しノイローゼ気味かもしれん。ここは言葉に甘えて部屋で休むとしよう。我が城の何が気に入ったのかで平家と言っても出ていかぬし、どうしたものかな。早く勇者が来てくれると良いのだが。私の部屋、だよな、いつもと雰囲気が違うような、明かりはっと。やはり部屋を間違えたか。そうか、あはは、部屋を、てなんだこれは、レティシア、レティシアはどこにいる。私の部屋に何をした。なに、うるさいわね、そんな大声で殿方に名前を呼ばれ。レティシア、貴様、この部屋は一体どういうことだ。それ、気に入っていただけたかしら、いろいろ模様替えしたのよ。本物に恥じぬようエレガントさ、格好荒を漂わせつつ、絶妙なバランスでコーディネートしたつもりよ。勇者よ、早く私を救ってくれ。魔王は人間の武器では倒すことはできません。知ってましたか。禁忌を超越した存在なわけですから、それ相応の武器が必要なんですよ。というわけで、その武器を取りにこの森に来たってわけですね。喋ってる言葉と字幕が全く違うのは気にしないでおこう。ステージ4、失われた聖域。どうやら魔王軍に占拠されてるらしいから一筋縄ではいかないかな。聖剣もいろいろ面倒らしいし。ダメでした。ちょ、お前。どんどん運の悪さが戻ってきたんじゃないか。ここで初の2回は済んだな。まあ体力を全回復したと考えれば。特権で負けても変わらないから、できれば数回敵を攻撃しておきたかったけどね。どちらしても大事に攻撃したくないのかが、ネジが当たれないのか。めっちゃ強いんだけど、このゾンビ。結構苦戦し始めたな。新しく武器は売ってなかったし、攻撃カードの問題かね。なんかゴールに行く道が塞がれてないか。そういえば聖剣を取るのが面倒だとかなんとか言ってたな。何か塞いでいる。結界、みたいなものを壊すか解除するかしないといけないってことかな。本当に結界だったみたい。こういう時に限って霊夢がいないんだからな。勇者の誇りを見せると道ができるみたいなんだが。ま、何かが必要なんだろうな。明らかに左の方に映ってるキラキラしてるカードマスが怪しいんだけど。これってもしかしてキラキラカードマスに入るまでの連続的な。下手するとここだけで相当な時間が消費されるぞ。数字系カードか、買っておいて損はないだろ。4は持ってるし1で。なんとか次でキラキラカードマスに行ければいいんだけどな。最低でも残り1か4マスのところに行ってくれれば助かるんだけどね。とか言ったら絶妙な場所に来れたね。よし、ルッツ土4でキラキラカードマスに泊まれる。できれば1周目で取りたかったけどな。ま、それは完全でいいんだからね。移動系カードは取っておいた方が良かったかもしれぬ。で、キラキラカードマスでゲットしたカードは勇者の誇り。これで突破できそうだね。なんだが間に合うか心配になってきたぞ。ただいま戻りました。ちょっとあんたたちくさすぎるわよ。何の匂いなのよこれ。そんなこと言っても俺たち屍だし。あのね、あなたたち魔王の配下が汗水流して泥にまみれて一生懸命働いているのは私だってちゃんと理解しています。おしゃれとかいろいろ気が回らないかもしれません。それにしてもあなたたちはスケッすぎます。服だってボロボロじゃないの。エチケット違反よ。いや、だから俺たち、俺たちが清潔な服装で飛び出してったら、それこそ台無しだよな。なあ、ちょっとそこにいなさい。そんな格好で廊下を歩かれたらたまったものじゃないわ。すぐに戻ってくるから。お待たせ。君様、これは一体。金音に消臭効果があるって聞いたことないかしら。ここの人たちって不潔な人が多いから消臭剤が欲しいなって思って、それで金の十字架があったから水に浸していたのよ。金の十字架を水に。そんなことしたら水が正解になっちゃうの。俺たちやけどする。キリッキで行くわよ。はい、シュッ、ヒト、クンクン、まだ匂うわね。もう一回しましょうか。クンクンクン
というわけでステージ5、城の戦略。説明の限りどうやら1回休みますが多い模様。なんとかボスの前まで来れたけど3回ぐらい1回休みしちゃってるんだよね。3回1回休みを無効にするカードを使ったにもかかわらずな。なんかたくさん休み無効のカードがもらえるのは嬉しいがそれ以上に引っかかるんだよね。まあいつも通りだわな。というわけでボス戦だね。バーレク、狼男だよ。バスを出してるのにある程度なくてことは最低でも3回攻撃しないかって感じだよ。ダメージ20ですか。戦いで倒されるな。残念、倒されたな。バス、リベンジマッチだな。モーターも絶望的だし、もう勝ち確なんだけどね。99日目って最終ステージ大丈夫なのか。結構やばいかも。城の中は暖かいのはいいんだけど風で普通短期が溶けてびしょ濡れだな。リアクションあれはケルベロス、これ敵はとかいう姫様か。なんで魔王様の番犬だからって言った姫様に服従してるんだよ。これは俺様の花があの女に関わるべきじゃないと警鐘を鳴らしているぞ。隠れてやり過ごした方が良さそうだ。と言ってもここには隠れる場所がない。そうだ、先代の魔王様の像を一旦溶かしといて。それがワンコの石像まで続いている。死ぬでなくてお金だっての。しかしここは我慢しなくては。俺は適当、俺は適当。ちはや。マジ。やっぱり石像じゃないじゃない。外でよく食えてこないから床もあんたも水浸しじゃないの。ちゃんと乾かしなさい。ああ。あら、ちょっと火力が強すぎたかしら。少し手をこばしてしまったわね。ごめんなさい。いえ、お気になさらず。待ちなさい。お詫びに私が、焦げ竹をカットしてあげるわ。これでも私、トリマーの資格を取ってワンコのヘアカットを、してみたかったのよ。試させてくれるの、ありがとう。ケロちゃん、ハサミってどこにある？拷問室にならあると思いますが。あ。ステージで20日しか残されていないのは厳しいかも。説明では一応最終ステージだからカードは全部使い切る感じでいくよ。ジョックがステージを確認。結構分岐があるね。見た感じ恐ろしく長いな。毒でダメージを食らった後にバトルがして倒されて2回休み。でも狙ってそうだなこれ。説明の大量水分ポイントその後の作戦残りますが結構重いな。115日でなんとかここまで来たけど体力的な問題があるな。2回休みは1回あると考えてもいいかもな。どうしてなのインキュバス、私たちあんなにうまくいってたじゃないのよ。僕も君と同じ気持ちだったよ。でもそれはただの幻想でしかなかったんだ。そんな、幻想って、結婚の約束までしてたのに、別れたくなんかないよ。僕だってそうだよ。でもダメなんだよ。親友の君じゃダメなんだ。僕は巨乳が大好きなんだよ。モインモインした、大きなおっぱいだね。パッドを大量に詰めてごまかしていたんだろ。それを知ってしまった僕はその事実に耐えることなんてできないんだよ。お互い次の恋を探そう、さようなら。インキュバスのバカー。男なんて男なんて。最後のボスはガチバスだね。この銃が分かれんのを見るのは楽しいよな。最低の発言を聞いたんだが、どうせこの戦いで勝てないのならダイバージを与えてやるよ。50ダメージ確定。あとは40か。てかこっちも51ダメージとか相当痛いんですが。118日目これで勝てなかったら罪だね。戦闘情報はまだ倒せる範囲内にないな。さて、もう二分じゃないと負けるけど、いけるか。残念、間に合わなかったな。このカードもうちょっと前に欲しかったな。ふにゅう、なんとか落ち着いた、みたいですね。いたたた。って勇者じゃない、大変、急いで魔王様にお知らせしなきゃ。3日遅れか。
何ですかこれは。このメルヘンチックな内装、本当にここは魔王城なのでしょうか。ようこそ勇者よ、我が城へ。姫様。もう我はそなたたちの国王の姫などではない。我が名は魔王レティシア、暗黒世界の支配者なり。そう、そして私が元魔王だ。これは何がどうなっているのですか。私はそこにいる元魔王と結婚したのよ。そしてこの国の王になってやったわ。そして私は待っていた、あなたのような若者が現れることを。どう、私の仲間にならない。抗うのか、この魔王に。グッグッグ、ますます気に入った。やはりあなたは私の部下になるべきよ。聖剣エクスカリバーね。そんな生倉元魔王に通用してもこの私には通用しないわ。お父様、おとなしく降伏してください。この国は私たち夫婦がいただくわ。レティシアよ、悪ふざけもいい加減にするのじゃ。悪ふざけじゃないわ、ほら。魔王レティシア様万歳、魔王レティシア様万歳。もう誰にもこの私を止めることはできないわ。私は本当の自由を手に入れたのよ。おおお、こっこっこっこ。こうして、世界は歴代最悪の魔王、レティシアによって征服されたのでした。エクスカリバーを生倉とかいうやつ始めてみたよ俺。もう？あいつが魔王を倒しに行けばよかったんじゃないかな。残念ながら今回はリア充化を防ぐことができなかったが、来年は別のゲームでリア充を爆破してやるからな。じゃ、今回はこの辺で終わりかな。久しぶりに長い実況だったから疲れちゃったぜ。それじゃあまた別の動画で会いましょう。